うぐい。うぐい、うぐい、うぐい。学名、トライボーラドンエコネンシスは、濃いめ濃いかうぐい赤に分類される、淡水魚。多くの地方で、追い川や川むつなどと一括りに、ハヤと呼ばれる。また、関東地方をはじめ本種を指す呼び名としての、ハヤの普及は、標準和名をしのぐ地域もある。また、姿の似た魚においても、はやの通称を持つ油はや。 リンコシプリーズ・ラグースキー・インスタイン・デグニリー、タカハヤ・リンコシプリーズ・オクシセ・ファラス・ジュヨがいる。この他、分布の広さから、数多くの地方名があり、アイソ、アカハラ、クキ、タロ、ニガッパや、イダ、ヒアレ、デイス、イス、イダなど、各地の独特な名前が付けられている。日本語で、ウグイはウグイを意味するが、香港では、ウグイ、関東語、 セッパーンユーセック6番ニ一ユには、旗の意となる。中国語で、うぐいは、味タマリギョ、または、玉製味タマリギョと書かれる。生魚の体長は、最大50センチメートルに達するが、多数を占めるのは30センチメートル前後の個体。側面型は、流水性濃い加炭水魚に共通する流線型を、示す。体色は全体に、焦げ茶色を帯びた銀色で、 体側に一本の黒い横帯が走る。腹部は繁殖期以外には銀白色である。角ひれ、特に腹びれ、尻びれ、及び尾ひれ後端部は黄色味を帯びる。春、3月上旬から5月中旬になると、雌雄ともに鮮やかな3本の朱色の乗船を持つ独特の婚姻色へ変化する。婚姻色の朱色の乗船より赤うや、 桜うぐいと呼ばれることもある。沖縄地方を除く日本全国に分布。泡水性で河川の上流域から下流域に幅広く生息する。群れを組んで泳ぎ回るので、橋の上などから魚影を確認することができる。植生は雑食。水生昆虫、ミミズ、水に落ちた昆虫、水底の苔、小さな魚、魚の卵、甲殻類、残飯など。 何でも捕食する。繁殖期の春には、川の浅瀬で、比較的流れの緩やかな直径2から5センチメートルの、歴史の場所を選び、春から初夏にかけて、集団で産卵を行う。全国の河川で最も普通に見られた魚だが、幅広い水域で見られる魚ではあるが、特筆すべきは、pH4 以下の共産性でも生きられる点であり、共産性のため、 クニマスが絶滅した田沢湖や恐山のウソリ湖やクッシャロコ、湖、稲ワシロ湖等でも生息している。また、水質汚染が激しい水域でも割合生息が可能である。酸性化では、エラの塩類細胞の形が変わり、かつ、数が増えている。通常、塩類細胞は一個ずつバラバラに上皮に存在しているが、ウソリ湖、恐山このうぐいでは、 多数の塩類細胞が露胞を形成している。これにより、体液の pH 調整を行っている。具体的には、NA、H 交換輸送体という827個アミの酸基から、なる分子の働きにより、NA を取り込み、交換に H を排出している。また、カーボニックアンヒドラーゼ酵素の働きにより、細胞内に生じた炭酸水素イオンを中和に利用している。 さらに、窒素代謝により生じたアンモニアも中和に利用している。通常の代謝系では、アンモニアは、尿素回路で尿素に変換され排出される。カワウオ独特の泥臭さや小骨の多さを克服し、古くから日本各地で鯉、フナなどと共に、貴重な動物性のタンパク源として利用されて、甘露に、塩焼き、天ぷら、燻製、いずしなどで食用にされる。しかし、 横川宮中などの寄生虫の問題があるため、生殖は推奨されない。東北地方の各地には、伊豆市、早野伊豆市にして食べる風習がある。しかし、伊豆市は、うぐいの長官に生育する、ボツリヌス菌により、致死率が高い食中毒を引き起こす事例が多く、報告された。また、滋賀県の船寿司、なれ寿司の一種では、希少種である、 本来のニゴロブナの代わりに安価なウグイを用いることもある。長野県佐久地方では正月の雑儀に焼けウグイを使う伝統がある。親部側の桜ウグイは郷土料理として親しまれている。釣りではほとんどの餌に食いついてくるため水遊びの相手として古来より馴染み深い魚である。泳がせ釣り用の池として釣られることもある。餌はミミズや カワゲラルイなどの水生生物以外に、魚肉ソーセージ、かまぼこなどの魚肉練り製品、イカの塩辛、鶏のレバー、カステラ、洋館、干しぶどう、油揚げ、米粒、毛練り、ネなどでも釣れる。河川では、冬場の低水温期は、水深のある流れの弱い場所に集まるため、集まったうぐいをカンバヤと呼び釣りが行われる。しかし、川口部では生息一が、 ハゼ等の食用魚と重なるため、ハゼを専門としている釣り人からは、餌取りの下道として嫌われている。スピナー等の小型ルアーを使うルアーフィッシングや、フライフィッシングでも釣れる。引きは、小さなサイズでもヤマメ、イワナと、区別できないくらい強力である。軽流釣りの下道として有名だが、マス類の近漁期のターゲットともされている。うが食う魚、ウミゴイ、ウミゴヒ、ウキウオ。 水面近くを遊泳していることからなどの解釈がある。一部では海に降りたうぐいを大害と呼び区別する。宮城県北上川上流の止め室山町横山の横山不動村では不動村の使いと扱われる。福島県には木くを川に投じるとうぐいに変貌したという伝説がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。